ST のインテリジェントパワーデバイスは、車載機器による中電力から大電力負荷の制御や保護、診断を可能にします。インテリジェントパワーデバイスは、電源と負荷の間のスイッチとして使用され、インテリア、エクステリアの車載用照明、シート調整、ドアロック、パワーウィンドウ用 DC モーター、抵抗ヒーターなど、現在製品の多くは車載用ボディ制御アプリケーションに使用されており、今や車載分野における幅広い高電流アプリケーションの新基準になりつつあります。また、消費電力、チップ数、ピン数を低減するソリューションにより、多くの電気機械式ソリューションを置き換えることで、自動車の電動化とデジタル化の実現に貢献しています。ここでは、最新テクノロジーである M09 シリーズ製品を使用したボディコントロールモジュールのデモとなっています。インテリジェントパワーデバイスが搭載されたボードは、ファミリー全体でピン配列に互換性があり、また、同じモジュールの複数のバージョンに対応する際の柔軟性と拡張性が確保されており、効率化、小型化がもたらされております。制御のための構成は、弊社のマイクロコントローラー、コーラス、マイクロコントローラーとの通信に使用される SPI、32系統の負荷、2系統の異なる電源ライン、6チャンネル及び4チャンネルの計7個のインテリジェントパワーデバイスからなります。ボディコントロールモジュール制御のデモを次に示します。こちらのデモは、 ST マイクロエレクトロニクスの最新の IPD-M09 シリーズ製品7個で、車両中全般の32系統のライティングを駆動する例を示しています。フロントのハイビーム、ロービーム、ターンインジケーター、デイタイムランニングライト、および、リアのリバースライト、ターンインジケーター、フォグライト、ストップライト、ライセンスプレートライトなどです。実際の主要なお客様のボディコントロールモジュールにおけるパーティショニングに基づいた例となっております。この最新の M09 シリーズ製品の使用により、部品点数の削減、PCB のエリア削減、外付け素子点数の削減、マイクロコントローラーの負荷の低減、マイクロコントローラーの IO リソースの低減も可能にします。